久しぶりです。あやです。ちょっと時が経ちすぎてしまって申し訳ないです。もうあっという間に3月が終わってしまって、もう今日はもうね4月14日になるんですけど、ちょっと今からまた3月のことを遡りたいなと思うこの今日の動画。もうね3月本当に全然動画上げれてなくって、ちょっと年度末っていうこともあって、もういろんなことが忙しすぎてちょっとプチパニックになりかけてた3月です。もう恐るべし春休みっていうのをちょっとね今回ものすごく経験したんですけど、まずめでたいことにうちの長男が中学生に上がるというこのタイミングで、ここね皆さんちょっとなんかいつもと雰囲気違うなって思ってらっしゃる方いてますでしょうか。実はちょっと模様替え、子供の一人部屋をちょっと贈呈するっていうことで、もう中学生だから一人部屋欲しいよママみたいな感じで、で私たちが今まで私たち夫婦がね今まで使ってたお部屋とお兄ちゃんのをちょっと交代して、で今ちょっとね新しい場所でやってるんですけど、もう今日もどうやって動画撮ろうかなって思いながらやってて、まあほんで春休みもそう全然もうねみんな家いてるし、おまけに子供の友達とかわーって遊びに来るんで、もう撮れなかったんです。もうねごめんなさい、今日はいっぱい言い訳するんですけど、本当にもう3月もうあっという間に終わってしまって、もうあんまり記憶もないぐらいちょっと慌ただしくなってしまったんですけど、今日はその1ヶ月をまた振り返って1年間経過したご報告とかをねしていけたらいいなと思っておりますので、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。ちょっと部屋が変わったっていうことで、ここにね、すぐ窓があるんですよ。その窓からのそのさんさんの日差しで、なんかだいぶ白く映ってるんですけど、まあ前からね、ちょっと白い感じで映ってるんですけど、すいません。なんかお見苦しかったら申し訳ないです。太陽のせいにしといてください。はい、ということで、初めてのお気に入りからやっていきたいと思います。ドン!こちらヌーディのスクエアチャームということで、ヌーディはね3種類あるんですね。丸と長細い四角と、そしてこちらの四角、これをお客さんに選んでもらったりするんですけど、こう選ばない方もたまにおられたりとか、そして丸がよく出るので、私は勝手に丸や思って作ってたら違うわ四角やったって思ったりとか、そういう間違いやら洗濯ミスとかが防止するためにちょっとねこのスクエアの枠を作ってみたんですよ。で丸の枠、長細い枠、これはまだねちょっとね作れてなくて一緒くたになってるんですけど、これもねちょっと言い訳ですけど時間がなかったっていうちょっと言い訳をさせてもろて、でスクエアだけちょっと別のギャラリーでこう作りましたよっていうやつです。はい、では続きましてミニチャーム付き透明レジンのアルファベットチャーム、こちらもアルファベットだけのやつはあったんですけど、ミニチャーム付きっていう、これもねそのデザインを選ぶヌーディーのミニチャーム付きなのか、ワンカラーのミニチャーム付きなのか、クリアのミニチャーム付きなのか、これもやっぱり洗濯のところ選ばなかったりとかされるお客様がいたりだとかで、やっぱりねこうややこしいのはちょっと良くないなと思って、これもちょっとずつ全部を個々に分けようと思ったやつの一つで、まだ全部ね個々に分けれてなくてもそのまま消え去ったアイテムとかもあるんですけど、これも言い訳、時間がなかったということでとりあえずこのアルファベットチャームはちゃんとページ作ったよっていうやつです。はい、では続きまして、久しぶりのピアス、ブラックラインストーンのドロップピアス、お気に入りいただけましたということで、この3月の初めてのお気に入りはこの3つということでした。はい、続きまして、やったねーやったねーは10回ですね。10回は、はい、こちらドン、タッセルフリジンチャームのベージュですね。これベージュと、あともう一個、グレーと、ほんで、なんや、ホワイト。この3種類があるんですけど、
ベージュはね、たまに出てくれますね。一番人気なのがグレーになっております。ベージュは月に2本ぐらい、はい、お買い上げいただいておる商品でございます。そして続きまして、ドン、ミニチャーム付き透明レジンのアルファベットチャーム、こちらさっきお話ししたやつがお気に入り10回いただけたということです。で、この3月はお気に入り、この10回は2つだけでした。さあ続きまして、次はすごいは50回ということで、次はお気に入り50回ついた作品はこちら、ヌーディーチャームのスクエア型、さっき出てきました。さっきこれね出てきたやつなんですけど、私この写真を撮れた時、うわーなんて美味しそうなんだろうと、こうジガジさんしているやつです。私これ大好きなので、一番おすすめするやつなんですけど、もうなんか美味しそう、甘そうね、なんか全部こう揃ってたらすごくこう見てるだけで幸せみたいな感じのやつで、いつもねなんか自分で作りながら、おーめっちゃ可愛いって言いながらやってるやつでございます。こちらがお気に入り50回つきました。はい、続きましてこちらですよ。こちらドン、おめでとう、400回目の注文です。いや、ほんまにおめでとう、ほんまおめでとう、ありがとう。こうやってこういうご通達をいただける、今400回も来たんやって、もうこうやって数字で目で見て知らせてくれるこのミンネさん、すごくありがたいですよね。もう私多分こういう通達なかったら、やっぱりなんかね、こう一定の、なんだろう何が言いたいんかちょっと自分でも頭整理できてないんですけど、なかったらじゃなくて、こういうご通達があったら、やっぱり、あ、今こんだけやってるんやとか、その自分のポテンシャルというか、なんて言うんですか、もうモチベーションとかも上げてくれる、もうね、こういう、さっきもそう、初めてのお気に入りですとか、10回目です、50回目です、100回目ですとか、こうやって毎回来るこの楽しみで、一応こうスクショするけど、こうしてね毎回記録残す時に見返した時に、あーそっかって、また改めて、あ、こんだけいろいろみんな見てくれてるんやなとか、もうね、なんかすごく思うことがたくさんありすぎて、毎回自分でもびっくりするのと、みんなが見てくれてるっていう、そのありがたさ、もう本当にありがとう、感謝、ありがとう、ありがとうございます、もう本当にもうそれ以外の言葉があんま出てこないんですけど、もう本当に嬉しい。この400回、だから次は500回ってね、また目標が自分の中でできるっていう、このご通達、本当にミンネさん本当ありがとうございますっていうこの通達でした。はい、それでは続きまして、次はクリーマさんに行ってみたいと思います。まずクリーマさんのお気に入り数を見ていきたいと思います。ドン、はい、こちらお気に入り1200件突破しましたからの1400件突破しましたのご通達をいただきました。で、毎回言います、クリーマさんは作品の全体、これ合計ですよね、全部の作品で1200件ついたよ、全部の作品で1400件ついたよというご通達をいただけるということで、1000を超えると200ずつね、こうやって1200、1400、次はいただけるのは1600だなっていうのがね、分かってくるというお気に入り数でした。そして続きまして、クリーマさんの取引評価を見ていきたいと思います。こちらドン、取引評価が150件を突破しました。皆さん本当ありがとうございます。これは皆さんがこうね、作品届きましたって言って、私の作品を見てもろて、そしてそれに対してのコメントね、こうやって書こうって思ってくださるこの気持ちがね、もう150件という大きな数字に表れてしまって、もうね申し訳ないっていうね、逆に思うんですけど、私お返事をまだ返せていない状態です。もうこれも言い訳本当に言い訳と、あとね、そのレビュー1個もうミンネさんもクリーマさんもそうなんですけど、1個お願いがあるとしたら、レビューを
書いていないゾーンだけのこの固まったあのページがあればちょっとありがたいなって思うんですけど、こうレビューをあのどうやってなんかね遡って、あこの人書いてない、この人書いてないっていうこのあのやり方がすごくなんか私の中で時間がかかってしまうというか、一発でポンこの方は書いてないですよポンってできたらいいのになと思いながら、そっからなかなかねあの全部すべて読ませていただいてるんですけど、どっから書いてないかなとかまたね遡り出したらちょっとどこか分かんなくなっちゃったりとか、あこのお客様とどんなやり取りしたかなとかもなんかいろいろ見てたらまた時間経ってしまった、またちょっとこっちしなあかんわとかなりながら、はいすいません言い訳なので申し訳もうこれぐらいにしときますけど、ちょっとまたあの時間見つけてちょっとずつ返していきたいと思います。550件でした。はい、そして続きまして、こちらフォロワー数をまた見ていきたいと思います。ドン、クリーマさんのフォロワー数が200件を突破しました。こちらね、またフォロワー数はまたこの後この後に詳しく見ていきたいと思います。でクリーマさんの通達はこの3月はこういう感じで来たということです。では次行ってみましょう。はい、さてさて今からはまた恒例のミンネさんとクリーマさんのフォロワー数をちょっとね見ていきたいと思います。ちょっと下がった方がいいね。ではこちらドン、まず、2月先月ですね、先月の分2月は489でした。ミンネさんからお話しします。そして今月3月に614になっているということで、合計125人の方が私のアデージョのショップをポチッとフォローしていただけました。ありがとうございます。そしてクリーマさん、クリーマさんは先月176人だったのが3月が249に増えていただけて、こちらはプラス73、73人の方がまた私のクリーマの方のアデージョにポチッとしていただけて本当にありがとうございます。こんな感じでね、1年間これ3月から見てください。3月もうあの棒グラフの棒が棒でない状態であるのかないのかわからないこの状態から1年経つと、こんだけね長くやればこうやってね地道に増えていく。こちらね、だから前のやつをこう見返していくと、あ毎月毎月こう増えて私も頑張ってるなんてね、ちょっとね自画自賛しながら、ね、ちょっとずつこうやって増えていただけていることがもう私のあの力になりのもうね気持ちがどん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 上がって、もっとするぞもっとするぞっていう活力をね沸かしてくれる、本当に数字ってすごいなと思って、こうやって数字に出して見てみるってしたらもう本当にもうまた頑張ろうとか、もう私あのスーパーポジティブ人間なんで、あの結構あんま落ち込むことってないんですけど、もうねもっとやるぞもっとやるぞっていう気持ちがずっとこう持てた1年、本当にありがとうございます。ということで以上、こちらはフォロワー数でした。はい、では続きまして恒例の売上個数を見ていきたいと思います。今月はどうだったんでしょうか。こちらドン、はい、今月まずねミンネさんから見ていきたいと思います。ミンネさんの2月ですね、先月2月の分は275、これはねもうこうね目で見てわかるようにこの1年間の大マックスだったんですよ、この275ね。だから2月がもうものすごい繁忙期なんやなって1年やって分かりました。そして3月は231、ちょこっと落ちてしまったんですけど、それでもねもう毎日大忙しの日々を送らせていただきました。ありがたいことに、だから数字で言うたらマイナス44になっております。そして続いてクリーマさんを見ていきたいと思います。クリーマさんは2月139個やったのが今月182、3月182まで上がっております。だからねなんかあの最初はミネさんばっかりグワーンって来てたんですけど、最近クリーマさんのエンジンがこうどん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 こうかかって、
上がってきてるんですよ。もうこれもわからないもんですよね。で、クリーマさんはだからプラス43になるんですよね。でこれがね、ね、次ね、合計、今これ個数、おのおのの個数になってるんですけど、ちょっとね次合計見ていきましょう。こちらドン見てください。先月とほぼ変わらず、先月というか2月は414だったのが3月413、数字としてはマイナス1になってるんですけど、もうそうですね、私のエンジンがかかりだした期間っていうのが11月やったんですね。で11月からこの2月3月にかけてぐーんと来てくれたんですよ。だからもうこの1年間いろいろと経験して、もうちょっと11月ぐらいから自分でちゃんと次大変になれへんように準備しとかなあかんなとか、レジンが切れてしまったとか、なんかいろんなね、よくよくないことなんていう、自分のダメだったこと、そうそう、ダメだったこととかを学べたこの半年ぐらい。だから次もしまた11月が来たりとか2月が来る前って、もうちゃんと備えておこう。もうレジンも本当にもう学びましたね。たくさん今もう1回注文するのにもう30個まとめて注文したりとか、もう残り10本とかになったらもう頼もうって思ったりとかして、本当に切らさないように、切らしてしまったらもうね作業できないっていうのがちょこっとあったんですよね、先月も。だからできるだけもう絶対切らさんように、もう常に在庫とかでキーホルダーのパーツだとかもね、常に切らさんように、ストックを絶対何個は持っとくっていうのもだいたいこう1年かけて分かってきたので、またこの次の1年も去年前回失敗したことを同じ失敗を繰り返さないようにちょっと気をつけてやっていこうっていう目標がまたできました。はい、ということで今月の売上の合計は413ということでした。はい、では続きましてビューを見ていきたいと思います。こちらはミンネさんのやつですね。ミンネさんのビューを見ていきましょう。はい、3176ビューをいただけました。こちらはアクセス回数、アクセス解析ですね。でこれが一番多分マックスやったと思うんですけど、3月6から12の期間にマックスやったと思うんですけど、もうね今もそうなんですよ。アクセス解析を見る癖がなくなってしまったというか、もうなんかね慌ただしい日々がこう続いてたもんですから、いちいちこう毎回ね、あ今日は何やったんやって数字を見ることすら忘れてしまうっていう毎日を過ごしておりましたので、私のこのスマホのスクショの中のマックスがこちら。多分ねこっから多分ちょこちょこぐーっと落ちていったと思うんですよ、数字的には。で今も4月今14日なんですけど、久しぶりにね、まあ、見てみたら1900ぐらいまで落ちてます今現在なので、またちょっとねいろいろこう気にしながらちょっと見ていきたいなと思っておる次第でございます。そして作品、何ですかこれ、はい、これです。アクセス一番よくタップされているやつですね。で1位がやっぱりこれですね、ヌーディーの丸と長細いやつなんですけど、だからこの丸の形とワイドの形が今これ一色単になってるんですけど、これもね丸は丸、ワイドはワイドって、これからねまた分けたいなと思いながら全然分けれてないやつなんですけど、次ね2つ目分けたやつの四角がもう2位まで上がってきてて、ね1位がこれ320ビューがあった、820ビューあったんですね。で2番目のやつが345ビューということ で次3つ目ハートがキュンキュンのこのキュンキュンチャームが174ビューあったんですけど、これはねもうありがたいことに赤の真っ赤っかのハートがキュンキュンが完売となっております。でまたね赤を出そうと思ってるので、いつから出せるかな、5月ぐらいには出せるかなっていう感じでちょっとやっております。そして4番目のウーマンチャーム、これ170、最近ねこちらもよく頼んでくれて、このウーマンちゃんがまた可愛いね、
で、このウーマンちゃん170で次5番目がミニちゃんの次ヌーディーアルファベット、まあ、ヌーディー系が結構私の中のランク上位に入ってくれてます。これがねまたどんどんいろんなこう入れ替わったり変わったり時代というか季節とかでまたね変わってくるんだろうなと思って、で私ねまた新作をちょっと思いついてるんですけど、また全然作れてもなく今もう注文をこう果たすのに大変なので、また落ち着いたら新作もちょこちょこ出していきたいと思って、それをねまた動画で撮って紹介しようとは思ってるんで、またねちょっと長く待っていただけたらありがたいなって思っております。はい、全然関係ない話してしまいましたけど、以上リュウでした。はい、こんな感じでちょっとね3月分をざっと見てきたんですけど、ちょっと今からはこの1年間をちょっと振り返ってみて、どうやったかなああやったかなっていう雑談をねちょっとしていこうかと思います。あ、そう、3月見てください、ドン、私お誕生日でした、おめでとう、ありがとうおめでとう、ありがとう。ツイッターは何年か前から多分登録してやってたんですけど、ほぼほぼねあんまり本当にずっと起動しなくって、ちょっとLINE スタンプとかもやってるんですけど、そういう時にツイッターやってみて拡散したらできたらいいなと思いながらやってたのかな。でそっからハンドメイドするようになって、そっから切り替わってみたいな感じでやってたんですけど、全然最近この誕生日でしたっていう投稿最後に全然ツイッターも起動してないですね。もうダメですね。今はインスタばっかりになっちゃって、またこういうね、こう、SNS の浮き沈みがあって、もうツイッターまで手が回らないとか、勝手にね、自分でね、わけわからん言い訳を作ってっていう日々やったんですけどね。そう、もう一年振り返ってみて、ね、なんか私、いろいろ、私もう一回やり直します。私もうちょっと話がちょっとまとまりません。よく質問でハンドメイドは副業ですかってよく聞かれるんですね。本業ですか副業ですか。私はハンドメイドは副業でやらせてもらってます。でよく皆さんなんかね忙しいからちょっとこれを本職にしてって言って仕事を辞めてこっち一本で行くぞってねやっておられる方とかいてて、私もいずれそうできたらいいなとかも思ってるんですけど、まあなんせちょっとねいろんなことやりすぎてて、今本当にねもう毎日が慌ただしくって、朝は週3で仕事に行くんですね。子供と一緒に行ってきますって言って出かける。んで、まあ、それが終わって、スーパー寄って、家とりあえず帰ってきて、で、洗い物したり、掃除したり、ちょっと散らかってる昨日の分を片付けて、で、晩ご飯の準備とかできたらやったりとかして、ほんで、また次午後から行ってきますって出て、で、私、スポーツインストラクターとかもやってるんで、子供たちに、レッスンをしたりとか、それも、ね、週2と週3で、やってたりとかねしてて、で、まあ、帰ってきてもうふわーって晩ご飯とかちゃちゃちゃっと作って、ごめんないつもしょうもないご飯でごめんなと思いながら作って、で、まあ、夜食べて空いた時間にハンドメイドするっていう感じですね。だから日曜日とかも一日中ねあんまり外とかも出歩かず、そういう時にもうガッとまとめて作ったりとか、もうできる時にできる分だけ、頑張れる時に頑張れる分だけするみたいな。だから自分の仕事、趣味、プライベート、ボランティア、もうなんか全部が全部全力すぎて、もう全部全力投球でやってるもんですから、もうねなんかね家事はでも全力じゃないですね。家事とか育児はちょっとほったらかし教育になってしまってる部分があって、でもそれがあったからこそ子供たちは自分で朝ごはんも作って食べるようにもなりましたし、電子レンジも使えるようになったし、オーブントースターも使ってパンも焼けるようになりましたね。でお風呂もママお風呂洗ったよ沸かしといたよってね言ってくれるようにもなりました。食器もちゃんと食べたらちゃんと
洗い物のとこまで持って行って、ちゃんと水につける、もうここまでできるようになりましたね。だから全部が全部自分でやらなって思ってパニックに なってた時もあったんですけど、みんなでちょっと協力してや、みんなちょっとママ助けてやとか言いながらやってたら、もうパパもね動いてくれるようになりましたね。洗い物とか、洗い物しとこうかとか、洗い物しといたでとか、洗濯もちょっと今洗濯も干しといてって言って干してくれたり、取り組んだり、言ったら何でもしてくれるんで、もうみんながすごく協力してくれるようになって、ちょっと心もホッとしながら過ごすことが今できてます。多分家事も結構私何でもそうですね、何でも全力投球なので、自分で全部背負ってしまったらめっちゃしんどい。途中で充電が落ちてしまいました、何からどこまで話したのかちょっとね、もう訳分からへんくなってるんですけど、もうね今回この久しぶりの投稿ということで、もうね月日が経ちすぎて、本当に私の髪の毛もちょっと金髪になってしまって、浦島太郎状態になっちゃってるんですけどね、もうまたね、私はね新作をね早く作りたいんですよ。もう頭の中では考えてるんですよ。でそれを出したい。でもまだちょっとそこまでちょっとね行くことができていないので、まずはちょっと注文を一個一個かたしていって、ちょっと余裕を作って、新作を作って、それを動画に撮って動画にもアップしていきたいと思っております。またね次の動画がねえ、いつになるやろな、できたらまた週1でって、そう前回週1でとか言いながら全然月1やんけみたいな感じになってるんですけど、またね新学期も始まったし、こうやって一人の時間もできる時にね撮ってやっていきたいなと思っているんで、またねちょっとゆっくり待っていただけたら。そしてそうですね、前からそのなんて言うんやったっけ、ルームツアーが見たいとかおっしゃってくださってる方もいてて、そう前の部屋の時にも撮りたいと思ってたんですけど、もうね引っ越しというか部屋が変わって撮ることができなかったので、またね機会があったらルームツアーもね、でも汚いんですよね、まだねちょっとごちゃごちゃしてるし、ガチャガチャしてるし、ちょっと整理しながら、ね、いろいろね楽しみなことがたくさんありすぎて、一個一個やっぱりねちょっと順を経て一個一個片付けていって、また一個一個新しいステップを踏んでいくっていう風にまたやっていきたいなと思ってます。はい、以上で、だからこの1年間のこういった流れをまたね4月からもう一回するかって言われると、同じようにはちょっとできないかなとかも思うんですけど、また違う形でいろいろいろんなことをちょっと紹介していけたらいいなと思っているので、まあ第2章ということで、続きまたね皆さんに見てもらえて、また応援してもらえるように私も頑張っていきたいと思いますんで、今後ともまたよろしくお願いしますと、1年間ありがとうございました。ということで今日の動画をこれにて終了させていただきたいと思います。この動画は私が委託販売からネット販売にシフトチェンジしてからの活動内容をお届けするという動画になっております。ちょっとでも興味のある方、チャンネル登録、グッドボタン、そしてインスタグラム、ツイッターもやってます。よかったらポチッとチャンネル登録やらフォローやらお待ちしております。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。